エデュアルト・カイザーは、オーストリアの画家兼石版画家であり、弟のアレクサンダー・カイザーも、同様だった。エデュアルト・カイザーは、グラー,アーツのリソグラフィー事業の所有者である、ヨーゼフ・フランツ・カイザーの息子だった。ウィーン美術アカデミーで、風俗画を得意とする画家のヨーゼフ・ダンハウザーに学んだ。すぐに、ウィーンのトップの肖像画家である、ヨーゼフ・クリーフーバーのライバルとなった。 1848年の革命のアイデアに熱狂し、1848年にカイザーはウィーン大学のの学生が中心となったアカデミック軍団に加わった。この間、彼は3月革命のほぼ全ての主要人物の肖像画を作った。1852か1853年に彼はローマに住んでいた。オーストリアに戻った後、彼は オーストリア・ハンガリー帝国のフランツ・ヨーゼフ一世、オーストリア・ハンガリー帝国の皇后エリザベス、フリードリッヒ・ヘッベル、ロベルト・シューマン、クララ・シューマンなどの顧客と共に非常に収益性の高い肖像ガリソグラフィー事業を展開した。1867年から1886年に彼は再びローマに住み、そこで彼は 古典的な傑作の水彩画の複製に非常に成功した。これらの複製は、その後、カラーリートグラフとしてイギリスで販売された。その後、彼は、ウィーンに戻り、油彩と水彩で、肖像画を描いた。ありがとうございます。